から、直径8センチメートル。卵、スケールはセンチメートル。スクミリンゴガイは、リンゴガイ科に属する泡水性の大型巻貝ガイである。俗に、ジャンボタニシと呼ばれるが、タニシとは異なる。南アメリカ原産。日本では食用を目的とした、養殖用に、台湾から持ち込まれたのが、野生化した、外来種であり、稲を食害することから、防除対象になっている。 淡水巻き貝としては極めて大型である。オスは体か 25mm、メスは 30mm が生成熟した個体で、生体は体か50から 80mm に達する。卵は多数が固まった卵塊を形成し、陸上の乾燥に耐えうる硬い殻を有し、鮮やかなピンク色で目立ちやすい。自然分布の野生個体は、 南アメリカのラプラタ川流域に生息するが、原産地外の世界各地に著しく移入させられて、定着している。巻き貝としては、歩行速度が非常に速い。雑食性で、植物質、動物質を問わず、水中の有機物を幅広く接触するが、谷種類と異なり、露化接触は行わないと考えられている。水面から離れた。 植物体表面や機種辺の壁面に散乱し、直後は一個一個の卵を決着している粘液が柔らかいが、やがて硬質化して、付着箇所から容易には剥がれない状態となる。卵塊は鮮やかな先行の警戒色を停止。卵内部は神経毒の PCPV2 が満たされて、人が食した場合は苦味もあり、この毒と色彩によって、 卵はあり以外のすべての捕食者から逃れている。孵化は酸素を要すため、水中では孵化できず、水中へ没すると乱開のまま駆除が可能である。日本の夏季の気候で2週間程度で孵化し、容体は水温と栄養状態に恵まれれば、2ヶ月で生成熟する。エラ呼吸だけでなく、肺葉期間で空気中の酸素を利用して乾燥に強く、寒気などに、 水中から離れても、容易には死亡しない。体幹性はそれほど高くなく、日本で越冬に成功する個体の大半は、体か1から3センチメートルの幼体である。寿命は環境により変化するが、日本の野外で2年以内、飼育下では4年程度と見られ、天敵は、魚類、鳥類、捕食性水性昆虫、大型甲殻類、亀である。日本では、 西日本で多く観察される。2020年6月末時点で31府県で生息が確認されている。ジャンボタニシの故障があり、かつてはタニシと同じタニシジョーカバイビパーイディアに分類されていた。現在の分類では別状化で暫定的に同目とされているが新生副足類内で禁煙な関係にはなく非常に疎遠である。日本には リンゴガイ族ポマーシャのうち、スクミリンゴガイとラプラタリンゴガイポマーシャインスララムが生息するが、これらは、形態では、区別が困難である。アジアに、主に生息するのはスクミリンゴガイであるが、ラプラタリンゴガイ、ポマーシャディフューサ、ポマーシャスケーラーズも発見されている。アジアに移入された種はかつて、ラプラタリンゴ街とされてきたが、1986年に、日本産の種は、 スクミリンゴガイと同定された。遺伝子解析ではいくつかの県でラプラタリンゴガイも発見されている。ありがとうございます。